皆さんこんにちは。電撃山めずりの山本吉岡です。今回の動画はこれで九寸は抜けるであります。この動画で説明する抜きシーンは九寸のニジマスです。ニジマスは抜く練習にはもってこいの魚であります。奥多摩の渓流ではニジマスが放流されていますので、九寸クラスのニジマスを釣るにはさほど難しくはないと思っています。ニジマスで抜きの練習ができれば九寸の電撃ヤマメを抜くための練習ができると思うのです。九寸の電撃ヤマメを抜けるようになれば尺の電撃ヤマメを抜くことも夢ではなくなりますね。この動画の中で実際に使用している竿は原画2尺抜き650であります。ここで竿尻を利き手で握る位置について注意していく必要があります。この画像のように持ちませんと抜いた魚が釣り人の正面に飛んでこなくなるからです。つまり立てた竿が対面から見てこの握り位置で持っていますと直角に立つということであります。この画像のように握りますと抜いた魚が右方向にそれてタモで受けられなくなりますので注意願います。この画像のように握りますと抜いた魚が左方向にそれてタモで受けられなくなりますので注意願います。ナイロン糸の 0.45 通し仕掛けを使用します。 0.35 通し仕掛けですと切れる確率が高いです。 0.55 通しは尺抜き用となりますよ。仕掛けの長さは竿よりマイナス70センチくらいにします。腕力ではなく竿の弾力を最大限利用して抜くためにこの仕掛けの長さになります。他の竿を使用する方は竿の硬さにより調整願います。また原画2尺抜き650で実際に抜いた時抜いた魚が低く飛んできたり高く飛んできた場合は調整願います。針は桑瀬ヤマメハンスレー6号で十分です。桑瀬ヤマメハンスレー6号を保有してない方は1等アマゴ号アマゴを5号にしてください。ここから実際に九寸のニジマスを抜いたシーンをもとに抜き方のコツを詳しく説明していきます。まず九寸のニジマスを抜いたシーン、通常モードで視聴願います。ここで再度申し上げますが、利き手の竿尻の握り位置、構えた時にはこれを常に確認していただきたいということです。それに加えて足場の良い場所で抜きませんと転倒しますのでご注意願います。吉岡の抜きは腕力ではなく竿の弾力を最大限利用した抜きであることをこのシーンでご確認してください。次に 25% のスローモーションで視聴願います。この吉岡の抜き、合わせる、竿を立てる、竿先を突き上げる、タモで受けるの4段階であることをご確認しながら何度も視聴願いたいのです。3回目はその4段階部分だけを静止画にした抜きシーンを視聴してください。特に竿尻を握った拳の位置がどのように動いているかよく確認願います。最後に4段階を静止画にしたシーンを視聴してください。第1段階合わせるです。できる限り小さく強く合わせてほしいですね。第2段階竿を立てるです。いかに竿を早く立てるかがかかっています。この竿を立てることが一番難しいことになります。かなりの釣り人に抜きを指導しましたが、この竿を立てることがなかなかできませんでした。それはかけた魚の重量と抵抗があるからです。素早く竿を立てることができるようになるためには
朝光前夜に約10分ほど合わせる差を立てるのシャドー練習をおすすめします。また竿を立てるのが遅くなりますと欠けた魚に走られることになります。特に24センチ以上の電撃ヤマメは走ります。第3段階竿を突き上げるです。急寸ですと最大限の突き上げとなりますが、8寸クラスですと次のようになります。これは抜きの経験により突き上げる加減を体得できるようになります。そのためにもニジマス等をかけて抜く練習は欠かせませんね。第4段階タモで受けるです。ここでの注意事項は、1つ飛んでくる魚をタモで受けるまで見損なわないこと、よく見ているということですね。飛んでくる軌道を、魚の軌道をね。2つ目、飛んでくる魚を受けに行かないで釣り人の体にぶつけるように抜き切ることです。これ飛んできた魚をね、受けに行くっていうことはどういうことかと言いますと、受けに行きますので釣り人の体が前傾姿勢になってしまうんですね。で、飛んできた魚が釣り人の、そうしますと飛んできた魚が釣り人の前でお辞儀して、釣り人の少し前で落下してね、受け損なう確率が高くなるっていうことです。だから姿勢を正しくして、もう飛んできた魚がタモの直前まで来るまで待つと、こういうことであります。